FMNAC5 株式会社 FMNAC5NAC5FMNAC5COLTD は埼玉県を放送対象地域として超短波放送 FM 放送をする特定地上機関放送事業者である1988年昭和63年10月31日に FM 埼玉 FM 埼玉として開局開局当初の愛称であった FMNAC5 が2001年に正式名称として改められた。名前の由来は割当て周波数の 79.5MHz をもじったもの79955イ 5, コール5。一部のパーソナリティは番組内で79.5だから NAC5 とコメントする場合がある。なお、当初ラテランでは FM795 と表記されていた。 FM ラジオ曲としては昭和時代最後の開局であった。多くは n a c ブとされるがさらに略して NAC とも呼ぶ。キャッチフレーズは2016年10月1日から Make the Future FM n a c ブを使用している。2016年9月まで Challenge for the Future FM n a c だった。ウサギをモチーフにした全身水色のキャラクターがラジットである。 ナック5の PC 公式サイトの中の QR コードの真ん中にちょこんといる水色の顔、モバイルサイトではナック5の極ロゴの下にいるキャラクターがラジットである。名前の由来はラジオラビット、ウサギの造語である。週刊番組表などでは基本的にナック5パーソナリティの写真が掲載されるが一部の パーソナリティにおいて、所属事務所の方針で、写真の使用が認められていない場合や、本来のパーソナリティとは別のパーソナリティが担当する場合など、局の都合により、写真が用意できない場合は、ラジットに差し替えられる。なお、誕生日は3月3日で、出生地は、時川町となっている。ファイブで長くパーソナリティを務めていたナレーターの、土屋茂正曰く。 目つきの悪いウサギである。期間限定ではあるが、埼玉県民が最も訪れる東京都内の地である池袋のサンシャイン式でラジットに会える。開局当初から受信環境の悪かった埼玉県北西部の環境改善のため、1998年平成10年6月に本局の送信書を、裏市現、埼玉市の平野県送信書から、引き軍時川村、 現、比き軍時川町の飯森峠に移設した。送信所アンテナの地上高が高くなったことで、課長エリアが関東平野一円に広がった。また、送信所を移転してからは、ビデオリサーチの聴取率調査の首都圏対象地域も課長エリアに入ったことが調査の対象になった。なお、ラジコでの配信地域は、埼玉の他に、東京、神奈川、千葉、 さらに2013年7月からは、茨城、栃木、群馬を含めた1都6県となっている。また、radiko.jp プレミアム、有料エリアフリー聴取参加局である。20歳代をコアターゲットとしたコンテンポラリー音楽を中心とする放送編成は、基本的に維持しつつ、差別化を行っている。音楽以外の番組等は、現在になっても引き継がれている。 全曜日午前5時起点であり、平日と土日の時報スポンサーの切り替わりも午前5時である。深夜は午前5時をまたぎ午前6時まで放送する番組が多いのが特徴であったが、起点をまたぐ番組は年々姿を消していき、2013年4月からは、平日深夜のストローブナイトが1時間短縮され、ナックハイブ時ラジが開始。 また2016年10月からは金曜深夜、ファンタス・ワイ・レイディオの短縮と、ストルチュープ・サタデーの開始で、土曜深夜の、手賀沼純のうなんさったりパンツが起点をまたぐのみとなっていたが、こちらも2018年春改編で短縮され、ティー・ソング・オブ・マインド・ディスカバー・彩りの国が開始されたことで、起点をまたぐ番組は消滅した。独立系局では珍しく報道局、ニュースルーム、 急所報道情報センター。2010年秋より、解消を持ち、ニュース、天気予報や埼玉県の道路交通情報が多い。また、モーニングライン、アフタヌーンライン、ナックファイブ経済情報などのミニニュース番組、時事解説番組、夕焼けヘッドラインを放送しているのも特徴である。また、気象警報なども、番組中に頻繁に随時挿入される。 独立局であるため、改編期以外に小規模な改編が行われる場合がある、放送時間の5分から10分程度の短縮、拡大、番組の枠移動など、埼玉県に本社を置く企業や、西武鉄道が、筆頭株主の関係上、西武グループの企業が多く占めている。課長範囲が広いことから、東京都特別区、多摩や栃木県、群馬県、茨城県ローカルの企業、 パチコ店、不動産業者、結婚式場、自動車販売店など、私立学校のスポット CM も流れる。冬場は、スキー場の CM が多く流れ、移動体通信事業者や飲料企業、石油元売り企業といった大手企業の CM も差は、ラジオ時報 CM は一社提供、しかも平日と休日で、出向者が変わる、時報スポット。通常のステーションジングルの他に、 夏季シーズン、毎年7月半ばから8月中は、夏の風景バージョン、風林、獅子おどし、鳥の鳴き声、ホラー調など、5秒バージョンが多い。秋は、鈴虫バージョン、12月1日から25日までは、クリスマスジングル、赤花のトナカイが BGM の5秒バージョンと、恋人たちのクリスマスが BGM とクリスマスメッジの10秒バージョン2種類の、 計算種類が流れる。オープニングアナウンスの後は、というジングルがある。2008年4月から10月は、開局20周年記念ジングル、と歌うものが流れていた。さらに2013年6月24日から10月は、開局25周年記念ジングル、が流れている。2005年に、本社移転に伴い記念ソングが作成された。ステーションイメージソングとして、 アクセスが起用され、キャッチザ・レインボーがテーマソングとして起用された。2008年に開局20周年記念ソング、ナック後、ドミノ海洋が制作された。この楽曲では、2008年秋、改編時点で放送されていた、ワイド番組名、ナック5キャッチフレーズであるチャリーン・フォー・ザ・フューチャーというフレーズが数多く織り込まれており、20周年特番。 スターラジオ前には大量オニエアされ、スターラジオの終わりに DJ リスナーラがあるシェ前にて踊った。ちなみにスーパーユーロビットバル 192LETS パーティーに収録されている。2013年開局25周年記念イメージソングとして25が決定した。2013年でファイルレコード設立25周年になるのに合わせて、 やッツスターの鈴木正之、佐藤義夫、桑野信義、ゴスペラーズの村上哲也、黒沢香る、酒井祐二、アジのメンバー全員が集まり、フューチャーファイル25オールスターズというスペシャルユニットを結成して作成した楽曲となってる。NAC5 イ,イメージソングは1988年の開局に合わせて作られた曲である。 開局前の試験電波発射時にコールサイン読み上げの後、曲をずっと流していた。イメージソングは2曲存在。J-Wave と共に、関東地方で FM 曲聴取率1、2位を争う FM ラジオ曲で、ある。2004年4月期、2006年12月期、2009年6月期、2012年2月期、2012年12月の聴取率調査。 首都圏35キロ圏にて、NAC5 は FM 全局での調子率位を獲得している。2004年は JWAVE と同率。2006年12月 &2009 年6月は M1 層 F1 層の平日平均で単独。2012年2月期は M1 層、M2 層 F1 層、F2 層で単独。さらに2012年12月期は AM。 FM 局の首都圏全ラジオ局中、M1M2、F1F2 層で単独首位だったことに加え、月木曜日のすべての生ワイド番組が単独首位を獲得している。NAC5 が2013年で開局25周年になるのに伴い、2012年より100周年記念イベントを実施している西武鉄道とコラボしたラッピング電車。NAC5 の25周年のコンセプトは、 A Happy t h a n k ー Year で、この他にも様々な企画を用意している。運行期間は2013年4月27日から10月31日。出発セレモニーは4月27日に行われ、中継レポーターとして小笠原清志が参加した。NAC5 の開局25周年と富士山の世界遺産登録を記念して開設した特設スタジオ。 2013年7月13日から9月1日の間、金曜日を除く毎日、レポーターの大西蘭が、富士山の天気や、登山情報、富士山のうんちくなどを放送する。なお、スタジオはニコニコ動画と兼用で使用される。放送時間などは、使用スタジオを参照。また、スタジオ解説に合わせて、ザナティラジオショーに魂通うパーソナリティの、 キックン、水曜パーソナリティの夏子を広み、ゴゴマンズパーソナリティの三遊亭鬼になど、ナックファイブで番組を持っているパーソナリティが、富士山への登山に挑戦している。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。2019年1月改編でのタイムテーブル。印のある番組は、スタジオアーチから公開生放送。 印のある番組は銀座スタジオから生放送されている。また、インは内放番組を示す。プロ野球オフシーズン編成、10月から3月のみ、放送機材メンテナンスのために設けられている枠を使い、特別番組を行うことがある。2013年度からはメンテナンスは月に1から2回程度行われるのみでそれ以外の週では公述の番組に加え、 レギュラー番組の特別版や単発の特別番組を放送している。日曜日に週夜放送を頻繁に行う放送局は珍しく、関東広域圏の他の放送局では、ベイフムが毎週、日本放送で月1回の放送を行っている。例えば、特別番組が2時間で終わる場合、日曜27時 -29、00の2時間、分が放送休止時間帯となる。 近年は曲所属ではなく、他局番組にも出演するため番組出演契約に近い。月木曜日ワイド番組、モナカ、ゴゴマンズ、どちらの番組でも祝日は休止。日曜日午前のワイド番組、BE3 ボーイズ、b e デーボーイズに、内包の、フメレイディオショッピングナックファイブ版に出演。交通情報は、以下のセンターから一定時間を置いて、 夜は放送されることが少ない放送。グッドラック、モーニングレディオファントム、大野聖太郎の楽園ラジオでは、天気、交通、航空情報をまとめた、タイトル、お出かけ情報に、マジカルスノランドではタイトルが、ドリベナバゲーションと変わる。BR なお、大晦日やお盆期間中は夜遅くまで放送される、ことがある。トラフィックの現在の BGM は3代目である。 グッドラック、モーニング、レディオファントム、ファンキーフライデイ、マジカルスノランドでは独自の BGM が流れる。よって、金曜日は19時21分のみしか聞けない。いわゆるラジオ時報 CM、開局以来、平日は一貫して、埼玉銀行及び、更新の共和埼玉銀行、朝日銀行、埼玉リソナ銀行が提供を行っている。また、開局の頃は、 以上の会社だけでなく、昭和シェル石油や、テンポラインセンターなど、人材派遣会社の時報スポットもあった。平日の午後2時と午後4時、土曜日、日曜日の午後1時や、スポーツ中継、マジカルスノランドの番組中、時報及び時報スポットは入らない。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の影響で、6月頃まで、 埼玉理想な銀行及び採算による、時報スポットがなく、時です。や、ガジオをお知らせします。の案内がなく、CM だけに突然時報だけが流れるといった状態があった。2017年5月頃から土曜日、日曜日の採算の CM では、新バージョンが放送されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。